皆さんこんにちは。はい、総合文化研究科の博士課程の田中弥生と申します。日本語学概論という授業の中の言葉の揺れの中のラ抜き言葉についてお話しします。まず、日本語学概論という科目についてご説明しておきます。対象となるのはアジアへの留学を予定あるいは経験して日本でも留学生との交流がある学部学生です。科目の目的としては母語である日本語を外から見て非母語話者にも説明できるようになるということを目的とした科目です。今日のこの授業の目的と目標をお話しします。目的はラ抜き言葉を理解すること、そして目標としてはラ抜き言葉を日本語文法から説明できるようになることです。さて皆さん、ここで皆さんにお考えいただきたいんですが、切れる、見れる、食べれる、この3つのうちラ抜き言葉はどれでしょう？7秒でお考えください。はい、7秒経ちました。では一番端の黒いセーターの方、はい、どれでしょうか？3番、はい、ありがとうございます。答えはですね、見れる、食べれる、この2つがラ抜き言葉です。ラ抜き言葉とは、広辞苑の第7版の説明を抜き出してきました。上一段、下一段、下辺活用の動詞に、可能の意の助動詞、られるがついたものから、らが脱落した動詞と説明があります。このラ抜き言葉がもう以前から言葉が乱れてる、あるいは正しくないという批判ですとか、一方で言葉は変化するものだという容認する態度も見られています。今日はラ抜き言葉を日本語文法から説明していくんですけれども、さまざまな観点からの説明が可能です。ただ時間の関係もありますので、今日は動詞の種類と歴史的観点からお話をしていきます。まず動詞の種類についてご説明します。先ほど切れる、見れる、食べれるという3つの動詞を挙げました。この先は切れると見れるという2つの動詞についてお話をしていきます。基本の形は切ると見るです。ラ抜き言葉の先ほどの説明の中で上一段、下一段、下辺活用の動詞という説明がありました。これは皆さんが中学校で習ってきた学校文法の用語です。ただ今日は日本語文法から説明していきますので、この後はこの活用の言葉は使っていきません。では活用を見ていきます。切るという動詞は切らない、切ります。切る、切るときと変化していきますが、ローマ字で書くと、KIR までの部分が変わらないことがお分かりいただけるかと思います。この変わらない部分を語感と言います。一方見るですけれども、見ない、見ます、見るとき見ればと変化していって、見るの場合には MI までが変わっていないことが分かるかと思います。日本語というのはあいうえおの母音とそれからそれ以外の子音の組み合わせで音ができているんですけれども、子音動詞、切るの方は語感の最後が R という子音で終わっているので子音動詞と呼びます。一方、見るの方は MI、母音で終わっているので母音動詞と呼びます。ラ抜き言葉の説明の中に可能の意の助動詞という可能という言葉がありました。可能表現というのを見ていきます。子音動詞切るの可能表現は切れるです。母音動詞の見るのこの見れるというのがラ抜き言葉だと言って話題になっているわけですが、本来現在の規範、ルール、正しいとされているのは見られるという表現になります。そのラが抜けたのでラ抜きと言われているわけです。可能表現と似た表現で受け身、尊敬というのがありますので合わせて見ていきます。子音動詞の場合には可能表現が切れる、受け身と尊敬が切られるという同じ形です。一方母音動詞の場合にはすべて見られるというのが現在の規範となっています。ローマ字で書き表すとこのようになり、
五感 KIR 五感プラス可能表現は LERU ですね。 L がつく。受け身と尊敬は ARERU、 アレルがつくという形になっています。母音動詞の方は五感プラスラレルがつくという形です。読める、書ける、あるいは食べられる、起きられるという表現でも同じように、モローマ字で確認することができます。子音動詞、母音動詞という分類があること、それからラヌキ言葉は母音動詞で発生しているということをここまでで確認していただけたかと思います。それでは歴史的な観点から見ていきます。先ほどお話ししたことをまとめたのがこちらの表です。現在の規範では、子音動詞の可能表現が五感プラス L、 受け身尊敬は五感プラスアレル、母音動詞の方はすべて五感プラスラレルという形になっています。そこに、現在の状況としてラヌキ、母音動詞の可能表現でラヌキが起こっているというのが現在の状況です。このようにラが抜けていくという形です。さてここで時代を遡りまして明治の小説を見ていきます。明治38年の寺田虎彦の流絶乱の一部です。姉上に少し心持ちが悪いからと言いにくかったのをやっと言って早く床を取ってもらって寝た。萌木地に肉色で大きく鶴の丸を染め抜いたサラサ布団が今も心に残っている。頭が冴えて眠られそうもない。一番最後の部分です。眠られそうもない。眠るという動詞、このようにローマ字で書き表して語感を確認しますと一番最後は R で終わっていますので子音動詞です。子音動詞、先ほど見た切れると同じように可能表現は眠れるとなるはずです。眠れそうもないというのが現在の規範で言えば正しい表現なんですけれども、この小説では眠られると書いてあるということです。ここから時代の流れとこれからの表現の変化を見ていきたいんですけれども、眠られる、明治時代には子音動詞の可能表現も語感プラスアレルの形だったということがうかがえます。それが今では眠れるとなっている。ここでつまり子音動詞の可能表現では AR 抜きということが起こっていると言えます。そして現在起こっている現象は母音動詞の可能表現でラ抜きが起こっているということになります。明治から現在にかけて子音動詞の可能表現で AR 抜きが起こり、この現在定着しているわけですけれども、定着までには井上1998によりますと300年前後かかったと予想されるそうです。この今問題になっているラ抜きですけれども、現在から将来に向けてこのラ抜きが定着する可能性があるということです。ここで起こっているのがラ抜き、RA 抜き、この部分が抜ける RA 抜きが起こっているということが言えます。ではなぜ変化するのかということを最後に考えたいと思います。まず一つは文法体系の単純化です。子音動詞も母音動詞も可能というのが、可能表現が受け身尊敬とは違う形だという、このようにシンプルに可能は違う、受け身と尊敬は同じであるというようにシンプルに分けることができます。もう一つ、曖昧性の軽減というメリットがあります。例えばそのシャツ着られますかって言われた時に可能表現なのか、あるいは私を敬って着られますかと言ってくれているのかが分かりにくい。でもラ抜き言葉で着れますかと言われた場合には、それは着ることができるかと聞かれていることが明らかかと思います。あるいは逃げられたという表現、逃げることができたのか、あるいは誰かに逃げられてしまったのかという、この2つの可能性があるわけですけれども、ラ抜き言葉を使って逃げれたといえばこれは逃げることができたと理解することができます。このように、
ら抜き言葉を使うことによって、この母音動詞もら抜き言葉で、らが抜けることによって意味の曖昧性がなくなるということ、メリットがあります。さて、ではまとめます。今日の、この授業の目標としては、ら抜き言葉を日本語文法から説明できるということを挙げました。そして動詞の種類と歴史的な観点からお話をしました。明治から現在にかけて子音動詞で AR 抜きが起こり、現在から将来にかけて母音動詞で RA 抜き、ら抜きが起こる可能性があるということがお分かりいただけたかと思います。そして理由としては、文法体系が単純化するということ、曖昧性が減るという、この2つのメリットが挙げられます。今日の授業はここまでです。参考文献としてこの資料を作るために上に挙げたような資料、文献を使いました。そしてもっと詳しく知りたい方はこのようなものを読んでいただくとよろしいかと思います。実はお手元にお配りしている資料の中に含まれていないものが2つほどあるのですが、もしご興味ありましたら後ほどお知らせいたしますので、私の方まで置いていただければと思います。では、ご清聴ありがとうございました。